分かってくれたんだね。常に前を向こうとするのは素晴らしい生き方だと思う。でもだからってそれ以外の生き方が間違いだってことにはならない。どの道が幸福に通じてるかなんて誰にも見えやしないんだ。君と出会えて嬉しかったよ。こういう気持ちが多分幸せっていうんだと思う。今まで本当にありがとう。寒いのに今日もサボらず学校来てんね。安心安心。つかもう1年過ぎちまったな。来年から3年だぜ。高校もあと1年で終わりだ。その先になんか面白いことあんのかね。うん、そんなもんかね。けどなんかいまいちだよな。今の3年見てたってさ、とりあえず勉強だけしてるっつうか、少なくとも面白そうには見えねえよ。いいんかな俺たちもこんなんで、なんか忘れてるっていうかさ。あれ、あの子なんかこっち見てね。つか何気に可愛くね。あんな子この学校にいたっけ。何言ってんの君は。同じ寮の子でしょ。マジ？そうだっけ？名前は？そこまでは知らないけど。だよ、結局知らねえんじゃん。つうかようさ、年度の節目でバタついてて人の出入りとか最近わかんねえよな。ああ、そういや聞いた？真田先輩、もうすぐ出てくって話だぜ。ボクシング部の真田先輩、知ってんだろ？ほとんど話したことないけどね。そりゃあ卒業生は出てくでしょ。霧城先輩ももう支度始めてるしね。霧城って、ああ生徒会長さんか。うちの寮だったんだよな。ねえ、なんでさっきからこっち見てるの。何かご用。あ、いえ、なんでもないです。なんかちょっと思い詰めてる感じじゃなかった。でもしかして俺かお前に気があるとか。ありえないね。相変わらずそういうツッコミ可愛くねえよな。続いて卒業生杜氏。卒業生代表 D 組、霧城満さん。はい。学園で過ごした最後の年は私にとって大役を拝命しての1年となりました。生徒会長の任を果たすにあたり、私は考え、1年前のこの壇上で皆さんに言いました。
未来の時間には限りがあるということから目をそらしてはいけないと。思えばこれを考える機会を与えられたのは運命だったのかもしれません。ご存知の方もあると思いますが、私は昨年父を病で失うという試練に。本音を言えば父を失い、私自身もまたこれからを歩む自信を失いかけました。私は一人で立ち向かうばかりを正しいと信じすぎていたかもしれません。誰もがそんなに強いとは限らない。支えてもらわないと立てない時もあります。父を失ってからたくさんの方に温かい言葉をかけていただきました。支え、守られることの温かみを私はここで皆さんに教わった気がします。私はこれからも大勢の方に守っていただきながら限りある未来の時を歩んでいこうと思います。皆さんと共にこの学園で過ごせたことは私たち卒業生にとって何よりの宝です。3年間ありがとうございました。なんかしんどそうだな。なあ、あの会長さんでもやっぱ泣いたりすんだな。あれ、やっぱ来てねえな。ちょっと何？いや、何日か前に校門で見た子いねえなと思ってさ。卒業式なら来てると思ったんだけど。ああ、来てないの結構いるみたいよ。あんたなんか絶対そうだと思ってたのに、意外。そうか？来年は俺らの番か。なんか焦るな。ユカリッチは進路どうすんの？やっぱ進学？正直まだ決めてないけど。あなたは？そんなもんだよね。さっき会長さん泣いてたでしょ？私もお父さんいないから少しわかるんだ。でも未来の時間は限りがとか言われても、だから何していいかってわかんないよね。理屈はわかるけど、それってやりたいこと決まってる人向けだし。まあやりたいことはさておきさ、お前はいいよな。ほんと誰かとよろしくやってるみたいだしさ。どういうこと？なんでもねえよ、ユカリッチ。けどさ、そんな風に無理にやりたいこと見つけなくてもさ、未来がどうとか言い出さなくても、今日明日だけでも盛りだくさんだよね。まあ盛り上げようによっちゃそうだけど。私思うんだ、人生の時間が幸せ探しとかのためにあるんなら、本当のことを知るだけが全てじゃないって。ガツガツ立ち向かったって疲れるしね。もちろんたまにはやんなきゃなんだろうけどさ、納得できてればいいんでしょ。結局どうやって時間を使ったってさ、今を将来のために使わない人がみんな悪くてバカってことにはならないでしょ。だね。今結構いいこと言ったんじゃねえの？私自身そんなに強くないからね。でも強くないから時々不安にもなる。難しいけどね。なんか結局すっきりはしないからさ。俺なんかしょっちゅうだぜ、不安とか考えたってしゃあねえって。そういう時は騒いで忘れるに限る。あんたらしい。今の時代は気合い入れなくたって生きてけんだよ。俺たちがそうしたわけじゃないしな。ならまったり進行でいいんじゃね。ならもしまったり行けなくなったらどうすんの？そん時はそん時だ。
つか、そん時のために取っとこうぜ。無駄な気合とかはさ。なあ、そんなわけでさ、カラオケ行かね？我々の前途を祝してさ。それは卒業生の方でしょ。まあそうだね。あなたも来るならいいよ。なんだよその差別。つか、お前もう来んの確定な。ジュースおごるからさ、な。どうも皆さんこんにちは。はじめましての方は、はじめまして、直樹と申します。俺の記憶、みんなの絆、クリスマス実況プレイ、通級やっていきたいと思います。はい、多分この動画の前あたりにこちらですね、タイヤと記憶、領地を殺して記憶を手放すといったを選択した場合の、エンドが、流れたと思います。で、まあ単に簡潔に言ってしまえば、あっちがバッドエンドっていうのかな。一応領事君側の意思を飲んだ意思を飲んでないや、意思を汲み取った、はい、エンドでした。で、こっちですね、はい、領事を殺さず今のままを続けるっていう方を選んでいきましょう。僕の言うことをうまく伝わらなかったかな。0時までまだ少しだけ時間があるね。君には見せたくなかったけど仕方ない。何を見せる気だ。はい、というわけで、ご覧よ、僕は人間じゃない。僕はあくまでもこの世界に死をもたらすための存在。消すことにためらいを持つ必要なんてない。よく考えてほしい。ニュクスと対峙することが本当にみんなにとっての幸せなのかどうかを。今の君たちは事実に驚いて迷ってしまっているだけさ。でも世界にはどうにもならないことがある。君たちはそれを知らないんだ。記憶なんて曖昧なものさ。欠けたってすぐにそれが新しい現実になる。今はみんなを苦しみから救うべきじゃないかな。これは君にしかできない選択だよ。いいかい、本当にこれが最後だ。もう一度君の答えを聞こう。はい、というわけでまたもう一回選択肢が出ますが、ここで例えばまた領事を殺しってやってしまうと、また先ほどのエンドにそのままつながります。はい、というわけで、もうそっちはやったので、こちらですね、今のまま続ける方を選びたいと思います。分かったよ。残念だけど命は君たち自身のものだ。その使い方もね。まあ、そうですね、君たちの選択に従うよ。みんなのところへ戻ろう。君たちにニュクスに会う方法を教える。よ、また会ったな、領事。はい、というわけでみんな会いますね。残念だけど君たちの選択だ。当然でしょ。当然か。ニュクスを止めるのは不可能なのにね。行くだけ行くさ。全てはそこからだ。不可能と言ってるのはお前だけだしな。今の時点で可能性がなくても別にいい。分かったよ。もうすぐ0時だ。時間がないから手短に話そう。これからニュクスに会う方法を教えるよ。タルタロスだよ。約束の日までにタルタロスの頂上を目指すんだ。約束の日って？明日から数えてちょうど1ヶ月、2010年1月31日、
タルタロスにニュクスが降りる世界の終わる日だ。約束の日にタルタロスの頂上へ行けば直接向かい合えるだろう。あの塔はニュクスを呼ぶためにある。僕は宣告者としてニュクスを招来し、タルタロスは世界を終わらせるためにニュクスを受け入れるんだ。ニュクスを呼ぶための塔、それが滅びの塔か。ある意味そう考えると滅びの塔って名前はぴったり合ってますよね。そこに行けばニュクスと戦えるんだな。でもいいかい、これから始まる日々は君たちにとって無限の絶望との戦いになる。前にも言ったけど、ニュクスは決して倒せない。ニュクスと直に向かい合った時、それがなぜだか絶対的にわかるだろう。君たちはそこで自分が何に立ち向かおうとしていたのかを思い知ることになる。覚悟の上さ、そう何度も言わなくていい。1ヶ月後の1月31日だ、覚えておけ。じゃあ僕は先に行くよ。君たちとはこの姿であるうちに別れたいから。ロジ君、アイリス、ごめん。君にもひどく辛い思いをさせてしまった。私忘れませんから、あなたは敵であり、そして友達だったこと。アイギス、難しいですね。ありがとう。こんな風に会えるのはもうこれが最後だと思う。でも君たちのことはずっと見ているよ。それじゃさよなら。敵だけど敵である友達だろうか。良いお年を。って言うんでしょ、年の瀬はさ。じゃあね。いや、まあそうだけどね。うん、ジュニアさんで一日だね。はっ、はい、というわけでこの選択をしたことによって、我は何時、何時は我、何時ついに真実の絆を得たり、ここに愚者の力はその最欲を開かれたり、我ら何時に愚者の究極の力スサノオを生み出す資格を授けん。はい、というわけで、愚者の公務がランクがマックスになりましたね。はい、愚者はペルスダを生み出す力の最大になった。はい、というわけで、はい、愚者はコンビのマスターに伴いアレッサの神カニスサノを生み出す合体が解禁になった。仲間と重大な決断を共にした。つながりはより一層深まり、新たな段階へと進んでいく。ということで、はい、何時、審判のペルスナを生み出すとき、我はさらなる力の祝福を与え。ゆうきもことは新たなゴミを手に入れた。20番目の、アルカナですね。最後、審判を下す存在ということです。まもなく新年がやってくる。1ヶ月後の1月31日、その日、ニュクスと向かい合える。戦うと決めた以上、その日までにタルタロスの頂上を目指さなければならない。自分たちで決めたことだ。数え切れない思い出の詰まった2009年が静かに飽きていく。相当あれですよね。どんな思いで2010年を迎えるのかっていう感じですよね。ちらっ。やっほーい。明けましておめでとうございます。おめでとう。今年もよろしく。よろしくね。お正月って言っても特別にすることってないですね。まあやるとしたら新年の挨拶を交わすってくらいだな。あとはおせち食ったりとか、あとは氏神様のところに挨拶しに行ったりだとか。今年も頼む。はい。
ところもおめでとうな。いいね。あっべー、すっかり寝坊だよ。なんであんなの見ちゃったかな。イタリアかなんかのゾンビの映画見ました？いきなり言われてもな。見るかそんなもの。そうだよ。皆さんはお参りとか行かないんですか？弦は担がない主義だからな。俺もそういうのいいや、めんどくさいだけだし。私はあれですね、さっきも言いましたけど、氏神様のところに一応挨拶には毎年行っていますね。まあ、それ以外のところに行くことはないですけど。ちなみに私、元旦毎回あれです、着物着ていきます。はい、どうでもいいですね。はい、ゆかりさんたちはもう行ってますけどね。みつるさんが全員分の晴れ着を用意してたみたいですよ。着物ね。俺っち、ちょっとコンビニ。おい、待て。は？初詣に行く気か。そういうのはいいんじゃないのか。そういうのはいいんじゃないか。いやだな。いや、ちょっと散歩してくるだけっすよ。ごまかしてる、ごまかしてる。まあ暇だしな、たまには付き合おう。なんだよこの二人の。あ、僕も行きます。なんだ、結局行きたいんじゃないっすか。たくしゃない。じゃお前も来いよ、流れだからさ、こういうの。場所？あ、聞いてます。よし。何がよしなの？だ、ここに出てくる神社って鳴神神社しかないっていうね。あ、じゃあ長成神社か。鳴神ちゃん、ペルソナ4の主人公キャラの名前じゃないかよっていう。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしく。っていうか遅かったね、もう帰ろうかって言ってたのに。まだみんな可愛い。ゆかりっち。何よ。明けましておめでとう。どうしたユリ。キリジョン先輩、すげえいいっす。なんだこれ、なんだこの気持ち。ほい。私は服って本当に着たことなくて。なんか髪の毛の色とぴったりっていうか、みんな髪の毛の色と合わせてるよ。髪とか曲がっちゃってないですか？ふうか、お前いいよ。なんかこう、いいよ。もう。なんかふうかちゃんだけ喜んでますよね、本当に。面白い構成の服ですね。ちょっと動きにくいですけど。なんていうのかな、アイキスはちょっと、特別な装いにみんな照れているようだ。ああ、来てよかった。いいよな、お正月ってさ。てんてんてん、なんか、純平さん、変ですよ。いや、正月早々いいもん見れたっす。ね、真田先輩。まあな。それより寒くないんですか？割と暑いですけど、それでもやっぱ寒いですよ。まあ正直ちょい寒いけど、その方が気が引き締まるっていうか。いや、そうじゃなくて、履いてないって純平さんが言ってたから。あー、りゃりゃ、履いてない。アウチ。天柱ですね、これは。まあ、やっぱお正月にこういうの着ると気が引き締まるよね。帯も締まってちょっと苦しいけど。そうそう、帰るか。いや、まだ帰らないよ。そうか、帰る時は声をかけてもね。おばちゃん、
彼女の方が声かけられないか。大凶ってすごくない？なんか付き合ってると私まで運が悪くないですから別れちゃおうかな。おい、おみくじ引いた大凶だって正月からついてないな。うっす。な、俺言ってねえよ。つかつくんだよお前ありがちにさ。え、だって一緒、一緒か。うっす。なんかな、お前考えてもこう自分そうもんな。じゃあおみくじが切れてます。おいおい、まことさっきお参りしただろと怒られるんです。どうもこう見慣れないとこっちが気恥ずかしい感じがするな。おみくじを聞いたら大吉が出ました。きっといい結果になりますよね。だね。もう高純平、何を言うかと思えば。でもさ、こういうのもたまにはいいよね。とにかく前向きに頑張ろう。はい、というわけでこういうことできたかな。じゃあ帰りましょう。ね、フーカは何をお願いしたの？私は今年がいい年になりますようにって。ベタですね。普通だけど、でも素直にそう思えたから。確かにな。私も偽らざる今の気持ちだな。みんな同じか。しかし神頼みってわけじゃない。大丈夫、私たちなら必ずできる。じゃあ戻りましょうか。夜。はい、というわけで、もしもし、こちらエリザベスでございます。タルタロスの奥から何かが聞こえてまいります。閉ざされていたさらに奥へ続く道が開かれたようでございます。念のためお知らせいたしました。ではより一層のご活躍をお祈り申し上げます。ということで、はい、タルタロスの第6層ですねが開かれたと。部屋の空気はこんな感じですか。年明けに特別な意味を与えている風習は以前には理解できないほどでした。なぜならその日付はただのデータにしかできませんでしたから。でも今は違います。この風習の意味が分かってきています。何かが去り、何かが訪れた、どこか新しい場所に自分が立っている、そう感じるんです。本当に準備はしょうがないわね。新年早々、それもあの決断の後で早くに役用を抜き出して、しかもアマダ君にまで余計な知識を引き込んでるし。さあ、事実かどうかは置いといてですね。無事に新年を迎えたわけだが、今月末で全ての決着がつく。この1ヶ月間はどれだけ貴重か、君にはいちいち言うまでもないだろう。ぜひとも有意義に過ごしておれ。いっす。はい、というわけでなんですけども。はい。それでは、今回からですね、まあちょくちょくとタルタロスに行く機会を増やしていきたいと思います。っていうのも、今まではストーリー重視でやってきましたし、まあ進めることを前提でタルタロスに行くことは控えてペースを言っていたんですけれども、ちょっとここから先それやると絶対に勝てなくなるというか、まあいろいろとやることを考えても間に合わなくなってしまうので、ここからちょっといろいろと準備等も含めていきたいと思います。早速、確か今日できるよね。今日から一気にタルタロスにも行けるので行きたいと思います。やっぱり年が明けると新しく始まったって気がしますね。ニュースだと抜けて気持ち新たに頑張っていきましょう。はい、というわけで、ちょっとね、今自分のやつだと19分ぐらいなんですけど、多分
最初の動画が10分ぐらいだったので、まあ、合わせると30分ぐらいだと思います。まず今回の動画はここで切りたいと思います。ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ次もご覧ください。それでは。